はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、トイカンです。もうね、コロナ一色だね。もううんざりするくらいコロナだよね。で、緊急事態宣言なるものも発動されて、まあ僕のいるところも、発動区域内です。ですが、まあ僕の仕事はね、緊急事態宣言が発動されても、まあ自粛することはないんでね、相変わらず仕事をしています。しまくってますと。なんかね、もうコロナの影響でより忙しくなってるからね。あわよくばお休みというか、自粛要請で自宅待機になって、しばらくはね、こう動画作成に集中できるかもと思ったんですけれども、甘かったです。まあ世の中にはね、今仕事がなくてね、もう最悪契約打ち切りとかになってる人もね、大勢いるみたいなんで、まあ自分はね、そういった視点で見るとかなりまあ恵まれてはいるんですけれどもね。で、トイカンチャンネルといえばフィギュアですよ。美少女フィギュア。今ですね、フィギュア業界はどうなってるのかと、コロナの影響でどうなっちゃってるんだと、まあ気になってる方も多いと思いますので、ちょっとそこら辺をいろいろとですね、メーカーさんのサイトなど、情報をね、集めて調べてみました。で、まずですね、皆さんご存知の通り、美少女フィギュアというのはですね、今、そのほとんどを中国で生産しております。なので、コロナの影響を最初に受けた中国では、生産がね、ほぼ止まっていた状態だったんですが、ここ最近は、復調の兆しを見せているようです。まあもともとね、すべてがストップしていたわけではなくて、動いている工場なんかもあったようで、そこら辺は、まあメーカーによりきりなんですけれども、動いている工場を持っているメーカーは、こう生産に影響なく作っているようですし、逆にこう生産がね、落ち込んでいるメーカーも多々あるようです。ただ完全に止まってるところはないのかな、今現状ね。なんとかね、生産の方は行っているようです。とはいえですね、まだね、メーカーの方では軒並み商品の出荷延期の情報が飛び交っている状態で、まあ、フィギュアの予約をしている方ならね、一つや二つの遅延連絡も来ているとは思います。今だいたいね、1ヶ月から2、3ヶ月の延期連絡が来ている状態ですね。もちろんこれはね、コロナの影響次第では、今後の影響次第では、もっともっと伸びていく状況です。まあ詰まってるんでね、今の状況だと半年ぐらいはね伸びていくんだろうね。で、そんな中ですね、さっきも言った通り完全に止まっているわけではないので、少しずつですがフィギュアがね、海を渡って中国から届いております。で、僕が予約しているグッスマのデンジャラスなマシュちゃんも今日ね、4月9日に出荷の予定だそうです。武漢の方もね、閉鎖解除されたようなんでね、どんどん出荷ペースも上がっていきそうなんですよね。ただね、その遅れている影響も受けて、さらに日本でもコロナの影響でね、仕事どころじゃなくなってるんでね、メーカーの方もね、軒並み予約受付のね、期間を延長しているようです。これはもうね、出荷ができないんで、遅れてるんで、まあ、その分、こう、間がね、開かないように、受注期間を伸ばしていると、まあ、そういうことなんでしょうね。メーカーからすれば、受注期間が伸びれば、まあ、その分ね、受注、作る分も増えるでしょうから、メーカー側からすれば、延長した方が得策なんでしょうね。これもね、今、だいたい1ヶ月ぐらい伸びてます、受注期間が。大手は大体そうだね。ホビージャパンとかニプレとか、受注期間が決まっているメーカーね。で、メーカーによってはね、きちんと状況を報告しているところもあります。例えば、このベルテックスさん。こちらは結構ね、具体的に報告されてまして、現状を 50% の稼働率だそうです。あとね、担当者が渡航できないんで、中国に行くのがね、大変な状態なんで、まあそういったことでも生産が遅れていると、そういった感じらしいです。まあ他のメーカーもね、遅れてるといったことと、あとサポートね。会社に行けないので、社員が自宅待機している状態なので、電話受付はもちろんのこと、メールの受付もね、遅れが出てますと、そういった通知を大体のところで出されてますね。ただ、そんな中でも嬉しいニュースもいくつかありますと、新作フィギュアの予約受付も、これもね、ポツポツと出てきています。で、今日ね、せっかくなので、その中から、まあ、僕の気になったフィギュアをいくつかご紹介していきたいと思います。
まずはこちら角川からあのスピンオフとかあと4期のアニメ制作も決まったデートアライブから八咫神10日の晴れ着バージョン、こちらの予約が開始いたしました。いやー来ましたね、10日の晴れ着ですよ。あのすでにくるみの着物バージョンね、あの当て姿のやつ、あれも本当ならもう届いててもおかしくないんだよね。確かあれもね出荷が遅れてるんだよね。しかしくるみは届かなくても10日の予約は開始するぞと。こちらスケールは7分の1で販売価格が税別の 17,500 円となってます。まあ相変わらずフィギュアは高いんですが、この10日は可愛いぞと。このねサンダルフォンがねいいアクセントになってるよね。こんなバカでかい剣を持って初詣に行くのかと。いいね。でこちらは今年の10月の発売予定ですと。大丈夫ですかねこれ。もうカッコ仮とか入れておいた方がいいんじゃないのって思うけれども。そしてですね、こちらはことぶき屋さんから、いよいよアニメも最終章が始まる俺ガイルから、由比ガ浜由比が予約開始です。あの、トップバッターはね、ガハマさんでしたね。これ以前にもですね、ことぶき屋さんはフィギュアを出しているんですけれども、その時と同じ8分の1スケールでの立体化です。なので、お値段も良心的。税抜きで9800円です。1万円を切りました。素晴らしい。まあこれでね3人揃えても3万円で済むと。まあでもねこれはね、まあこれはね推し1人買えばいいのかな。なんとなくだけどガハマさんとユキノンのセットか、あとはねイロハスだけ買うかって感じなんじゃないだろうかと。でもやっぱりねみんな1体ずつ買うのかな。こちらは今年の9月の発売予定です。ことぶき屋も強気です。で、アルタも出すぞと、オーディンスフィアからアリスがついに予約開始です。まあ、物語の中には、ストーリーの中には出てこない子なんですけれども、この完成度を見るとね、さすがはアルタと言わざるを得ないよね。これもね、ジオラマフィギュアみたいになってて、台座がすごい。アリスもね、可愛いんだけれども、台座の迫力が半端ないね。これあれだよね、イベントでは確かね回して展示してたよね。でこちらスケールは8分の1で販売価格が税抜きの2万800円。高え。2万円超えるのか。まあでもこれはね完全にもうファン向けだよね。コアなファンしか買わなそうだもんね、これは。だからね、逆に言うと、それだけ出荷量も抑えられそうだから、欲しい人はね、これ必ず予約した方が良さそうだよね。プラフタみたいになりかねないからね。あとあれね、モーリーのレストランも出るから、あれと一緒に飾りたい人は予約必須です。まあ、でもね、これ2万の価値はあるよ。うん、めっちゃ綺麗だもん。こちらは来年。いや、今年の12月の発売予定です。大丈夫ですかね、これ。あとはメガハウスからキングが出るそうです。これはね、もう女子向けだよね。僕もね、ランサーの星5はね、エルキドゥがいるんだけれども、っていうかエルキドゥしかいないんだけれども、ほとんど使ってません。もうね、星4のメデューサばっかり使ってます。で、これがスケール表記がないので、ノンスケールの、で、販売価格が税別の21,450円と、これもね、かなり高額です。まあでもね、キングのお母さんになってあげたい人は、頑張ってね、貯金しましょう。はい、ということで、コロナウイルスによる各メーカーの発売状況だったり、あと新作フィギュアの予約情報でした。まあでもフィギュアはねネット販売だからね、基本みんなね自宅にいながら買えるんで、まあ中国がねこれから持ち直せば結構ね早い段階で正常化するような気もするかな、フィギュア業界に限ってはね。とにかくみんな無駄遣いをしないでね、機を逃すなと、来るべき時に備えて蓄えましょう。僕もね、また明日から普通に働きます。ではでは今回はこの辺で、次はフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。